ございます。始まりました吉本デジタルエンターテインメントアカデミーニューヨークオフィシャルチャンネルのオープンスクール、本日 MC の鈴高見です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。高見になりまして、ありがとうございます。さあ、こちらですね、吉本デジタルエンターテインメントアカデミー、通称 YDA ですね。皆さん NSC とかご存知ですか？芸人の養成所の、またこれがですね、デジタルエンターテインメントにですね特化した養成所、通称 YDA がですね、昨年の4月にですね開校いたしましてですね、今日は現役生の方はいらっしゃいますか？あ、何人かいらっしゃいます。現役生の方と、そして、こちらオープンスクール参加されていらっしゃる方ということで、皆さんにですね、この YDA の魅力を知っていただくということでですね、ゲストを招きいたしまして、直接、質問などをしていただくという貴重な時間になっておりまして、オンラインの皆さんも聞こえておりますでしょうか？ね、ありがとうございます。手を振っていただきましてありがとうございます。ね、たくさん参加していただきまして、皆さんですね、特にですね、いろいろと、YDA って何やろうなっていうのがあると思うんですけども、もう一言で言えばデジタルコンテンツ、今ね、YouTube とかスマホのアプリ、ウェブサイト、ライブ配信など、これ吉本の芸人とか吉本の芸人だけでなくて、吉本としてもですね、すごく力を入れて、開発というかやっていってる部門でございまして、それの吉本が培ってきたものを皆さんに全てお伝えするという、これが YDA の魅力でございます。そして何といっても芸人とですね関わりながら、エンターテインメントの最先端を学んでいくということで、ちょっとお時間も貴重なので、早速本日のゲストお呼びいたしたいと思います。ニューヨークの嶋佐さん、屋敷さんです。どうぞー。どうぞ。ちょっとね、間を抜けてきて、珍しい、ごめんなさい、珍しいじゃない、いやプロレスみたいな感じでください。花口じゃないです、やめてください。違う、戦いません、今から。珍しいって同性が珍しかった、はい、みんなでこういう気がいる。そうなんですよ。なぜ覚えたら、はい、すいません、大阪のね、なんか NSC の方限界で、これがちょっと、はい、これがベストでした。すいません、全然いける、これがベストでした。みんなでこう見て、いえいえ、これがベストだったんです、はい、そしたら俺らがこう見て、違う、これが、僕も入ってびっくりした、これがベストだったんです。はい、こっち、ドアないの、ドアなくて、はい、ここはね、間を打って出てきたので、あら、宮城さんです。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、YDA の方、大学生何人かいらっしゃるんですけど、ほとんどがオープンスクールでこう興味を持って今日参加されたということで、ありがとうございます。はい、特にですね、前で後ろの記者丸出し、記者丸出し丸出しというこれだけだから、今 YDA には興味を持ってもらってるんですね。記者さんめっちゃ多いですね。めっちゃ多いですよ。大丈夫ですよ、なんかされたとかじゃないですよね。近くなんか発表されてる前列とのね、顔の年輪が木みたいに言わんといてください。記者さんすごい、やめてくださいよ。さあ、それというわけで、いや特に、まあ、芸人としての活動ももちろんなんですけども、特に、まあ、YouTube チャンネルについていろいろお話を書いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします、ね。ちょっともう何万再、何十万回再生というか、はい、すごい見られてる YouTube チャンネルだと思うんですけども、 YouTube、まあ、早かったんでね、俺ら始めるの。そうですよね、周りの芸人とかは別にそんな何も手つけてないという、そう、なんかチャンネル持ってるけどあんま更新してないみたいな人が多かった中で、うんうん、僕らとほぼ同時にカジサックさんが一緒ぐらいの、ああ、そうですね、さんとほぼ同時期、カジサックさんで言ったらこの吉本の中でめちゃめちゃ早い方でしたもんね、うんうん、で、それぐらいのタイミングでなんか割と頻繁に上げるようになって、はい、なるほど、なんでやったんですか？結構みんなコロナになってから時間あったからやりだしたとか多かったんですけど、それなんかでも一番は自分らのラジオをやりたいなっていうので、はい、YouTube で生で毎週レギュラー番組みたいな感じでラジオやってる人が誰もおらんかったから、うんうんうん、それやったらいいんちゃうかなみたいな感じでやって、なるほどね。でもそれやってなかなか伸びひんから、じゃあちょっとずつ動画も上げようかとか、単独のマクマの VTR が僕らあったから、はい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 、それちょいちょい出しつつみたいな感じでやっとったら、なんかまあオリジナルコンテンツというか、その YouTube でも動画撮ってった方がいいかなみたいな感じに徐々になってった感じですね。これは掴んだみたいな最初の企画とかありました？企画YouTube、今言ったら、まあ、芸人ですけど YouTuber じゃないですけど、これでこれ YouTuber じゃないかなみたいな。最初はなんか単独のマクマの V をちょいちょい上げとった時は、その芸人が相席居酒屋に行って女の子を連絡して聞くみたいなやつがバーンって伸びて、意外と見てくれてね、それがなんかびっくりしたというか、確かにその単独ライブって言っても400人、500人、そうですよね、そう、見れないじゃん、はい、それを上げたらすごい何万再生で見てくれたのはなんか嬉しかった。そうですね。でそこからも試行錯誤でその YouTuber っぽいこともやったり、タピオカ
の行列のタピオカと全然並んでないタピオカ屋のメカタピオカを目隠してるので、どっちがうまいか。これ絶対100万再生いくぞ。これはもうそんなに思いついたと思ってそんな YouTuber みたいな曲ないぞと。死ぬほど他の YouTuber もやってて、で全然伸びへんくてってなった時に、なんか芸人しかできんことをやると割と伸びるみたいな。芸人が、話術ある芸人が相席図鑑だとどうなるかとか、喫煙所で芸人の会話だけで、喫煙所におる人笑かせるかとか、確かに笑かせるかみたいな、なんか芸人っぽいことやると割と伸びるなっていう感じがちょっとありました。でも、まあ、自分も興味を持つような、芸人でも見たくなるようなことをみたいなことで。そうね、あとは他の YouTuber の人はできひんそうなことをやるみたいな感じやったんですかね、最初は。そうなんて、お二人で喋ってできる。あ、いや、もう、作家さんが基本的には考えてくれます。じゃあ、チーム、ニューヨークさんの YouTube のチームって何人ぐらいいらっしゃる、作家チームは今、6。誰か入ったら出たりしないです。俺ら含めての。あ、なるほど、ご自身も入れて。作家さんが4人。あ、うん、なるほどなるほど。で、編集する人はもっとおるんですけど。あ、そうなんですね。あんまおるわ。直接やりとりっていうか。そうですね。いや、皆さんはきっとそのデジタルエンターテインメントとかっていうの、編集とか撮影とかのお勉強されるような方々なので。なるほど。関わるとしてはそういった部分で、はいはい、一緒にやっていくことですね。そうですね、はい、どうですか、スタッフさんとかとやっぱり企画は苦労しながらというか。最初のうちはでも一緒に考えたりしたんですけど、うんうん、今は本当に考えてくれて、スタッフさんも会議してくれて、で撮影の日に、今日はこれやりますとか、もうカメラ回ってからこれやるって聞いたりとか。なるほどなるほど。そんな俺らはそんな感じですね。かまいたちさんとか多分未だにずっと一緒に一緒にいると思うんですけど、企画は僕らはそうですね、企画はすぐ考えてくれるんですね、スタッフさんが。なるほどね。ほんならもう ほぼほぼなんていうか、その言ったらテレビではないですけど、行ったらもうこういうことしますので説明があって、そうやね。それぐらいまあチームが言ったら成熟してるというか、もうチーム先導でニューヨークさんを。そうですね。でもまあもうちょい時間取れるなって俺らもまた考えてない。確かにそうですよ、ね、感じなんで。1本ぐらいどれぐらいの制作時間で撮影時間というか。でも内容によるんですよ。なんかただただなんかだらだら話してるって思われば、はいはい、実際にどっか行って、うん、だから最近はそういうのがあんまりできてない。コロナもあって、まあ、そうだね、外に行って繰り出してなんかやるみたいなのあんまできてないかもしれない、うん、昔はもう渋谷の街繰り出してみたいな時は、やっぱ 2,3 時間1本にかけたり、本当にそういう番組のロケくらいの時間かかる。大学の食堂に行って、はいはい、大学生笑わせれるとか。なんか確かに今考えてもしんどかったな。ちゃんとね、苦労というか。なんかストリート直営業とか言って、はい、その外におる人に声かけて漫才無理やり見してお金もらうみたいな。ストリート。これが伸びひんっていう。その一番びっくりした。なるほどね。自分たちが苦労した分と、そうそう、ね、再生回数が比例しないんですね。あんまコツはつかめてわかんない。そうだよ。これ偉そうに喋ってるけど。はい、何も話題ない。実は、あ、探りながらの。もう最近考えてねえし。そういうことを聞くって呼んでるんですから。聞かせてくださいよ。多分、よっぽどなんか YouTuber の研究してる人の傾向とか対策とかあるんやと思うよ。あ、まあ、確かにね。以前、この大阪にコロコロチキチキペッパーズが来てくれて。あ、そうだ。コロコロチキとかの方がね、ちゃんとした会社入ってるしね。そうですよね。YouTube の話ね。すごい。例えばサムネイルが大事だとかね。ああ、そう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 。でもみんながそればっかり言うからもう嫌になってくる。もうみんな言うやん、サムネがどうとか、はい、最初の2秒だけ見せる。そうそうそう、だから嫌になって思ってまう。だからもうあんま気にしてないじゃん。そう、俺らは特に。だ特にじゃあお二人はこれが大事みたいなのは逆にありますか、その他の仕事。おもろさ。いやいや、違う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 。急になんか記者さん意識しましたが、何ですか。記者おらんくなってる。いやいやいや、そうです。もう記者がほぼおらんくなって、最初は撮るだけの素材ともう座り始めました。はい、でもなんかその、はい、別になんつうのかな、やりたいことをやるっていう感じですよね、うんうん、基本。そこまでテレビとか他もちょっと違うところですよね。そうだね、本当に何やってもいいっていうのは、うん、なんかテレビやったら視聴率悪かったら終わらされるとかありそうですけど、はい、YouTube は別に、うんうん、再生回数のためだけにやる感じじゃないですかね、はい、うん、確かにね、伸びたらマッキー。そうだね、本当そう、かぶりを気をつけるとなあ、他とのね、うん、そんな中で、特にですね、ちょっとまあ僕もすみません、内容はしっかり見てないんですけど、それこそ西野とか聞いてるんですけども、はい、エレクトリカルパレーズ、ああ、YouTube からの
そうで ね、火がついた話2時間ぐらいの、はい、映画、それもたまたまだったよね。これはどうしてこうやろうというか、そのそれはなんか作家さんが、はい、なんかそういうの撮りたいって言い出した。俺らがラジオでそういう話をポロッとしたんですよ。エレバレっていう集団が俺らが2つ下におってみたいな、はい、あ、それちょっとやろうっつって、はい、もう作家さんが映画にしようっていう。エレバレ知ってはりますか皆さん。あ、知らないと思います。知らない方いらっしゃいますか、エレバレ。知らない人もおると思うんですけど、はい、まあ要は、はい、映画というかインタビュー、まあ、NSC の時におった集団みたいなのがあって、はいはいはい、それを10年越しにもう一回あの集団なんやったんっていうのを当時の人らにみんな話聞いていくっていうドキュメンタリーなんですね。謎の集団がおったぞという、まあ要はね、なんかこう NSC でこうなんかこう学校、まあまあそうですね、学祭乗りじゃないけど、はい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 、みんなで同じ T シャツ作ったりだから学校みたいに一軍っぽいやつらがおって、それを妬んでるちょっと陰キャっぽい人らがおってみたいな、本当学校みたいになってるのを今更僕は掘り起こして、そう10年前にそのエレパレの木が卒業した時に話題になったの、先輩にその話が届いて、こんなやつらがおるらしいぞっていう、やばいなってなって、うん、まあ、それを10年ぶりにちょっと、あ、そう、リーダーシップはじゃあお二人じゃなくって、そうチームの作家さんが、うん、そう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 おっしゃったということですね。なんかノリで独自に取材みたいなことはしとったんや、その沼津に俺沼津に話聞いたりで、俺勝手に携帯回したりして、それを作家さん見したりし、うん、なるほど、撮ったのもあって、タレとかいろんなものがあって、もう一つのそれこそ映画にしちゃいましょう。でまさかでもそれが200万再生ぐらいになる、そうですよね、そんな風になるとは思ってなかったですね。その当事者たちはどんな反応だったんですか、エレパレたちは。エレパレエレパレは嫌だったと思う。そのコットン、あのコットン、そうですね、あ、うん、とか、そうね、まあ嫌だったよな、うん、でもそんなものはもうそのはい、ね、いじらないと。そうですよね。10年前ね、ちょっと、はい、アンタッチャブルな感じで、そうなの、いじらせない感じ。あ、そう、ね、もうそれぐらいでパレが10年越しにちょっと、はい、しっかりと、うん、だサムライスライスもちょっと前に東京から放送させましたね。最初にエレパレの話からやってましたね。エレパレってほんまにやってたみたいな。でもサムライスライスは本当に影の MVP です。あの映画における、あいつらが出てきたことによってなんか良くなりました、はい、あ、まあ、深みが出たと、うん、いうことでありがとうございます。ね、あと本当にその最初に言ってはったラジオやりたくて始め出したってことなんですけど、はい、うん、どうですか、そのこの時期やったらその YouTube きっかけでお仕事が来たりとか、 それこそラジオが決まってったりとか、ああそういうのは何かありました。いや、もうめっちゃそんなんめっちゃあるもんね、ラルクンシール芸人っていうのにこの間の、ね、アメトークで出させてもらったし、それもなんか俺らがもうそれもあります、ね、10分ぐらい薄くラルク語ってるだけの動画を、はいはいはい、しかももう激薄のやつを、はい、あげたらそれをスタッフさんが見てくれて出てくれるみたいな、ご自身お二人たちは別にそんなんかこう外に影響を与えようとかじゃなくて、 ないし誰にも多分こんな薄いの届かないっていうレベルであったやつがどんなモチベーションちゃうんですか。なんとなくラルク世代やから好きやったなぐらいの、そうそう、あとはデスヨさん、あないというか、はいはいはい、デスヨさんと30分トークっていうので喋ったら、デスヨさんの過去がもうあまりにも壮絶やから、はいはい、それを見たテレビスタッフさんが激レアさんっていうやつにゲストでデスヨさん呼んだりとか、 あと学生なんだっけ、あ、学生芸人、お笑いサークル芸人、はい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 、俺らがちょっと勝手に集めさせてもらって、うん、さあ、はい、ちゃんと来てもらって、まあ、アメトークで多分ぜひアメトークはパクってたパクってたっていうかていうか結構お笑い実力前にもパクられたし、パクるとかじゃないんだよ、だから先にやってんのよ、さっきはこ実はやってたよと、早いの俺は、そうそうそう、もしかしたらその YouTube 見てはる可能性はあるってことですもんね、でもいや見てるでしょ、そうか、まあ、だからアメトークで多分やらんやろうなみたいなテーマでやったらやってくれたみたいな、なるほどね、うん、やっぱり業界視聴率みたいなのが高いですか。いや、わかんない、いや、わかんない、その辺は。でも昔はなんかよく YouTube の話を本当にしてくれたスタッフさんが、だからなんかこう打ち合わせとかの時に、あの君たちはどういう人間なのっていうとこから入らないことが多かったから、すごい楽でした。あそう YouTube 見てくれてる前提でこう、なるほどね、確かに、なんかそう YouTube 見てくれて、なんかあんな風なのがあって、うんうんうん、あんな風な感じでこういうのはどうですかみたいな、なんかこう一個スムーズにというか、自分たちのノリとかも一回知ってくれて、そうだから結果論やけど、その再生回数をあんま
重きを置かずにやりたいことやっとったから、はい、その業界で見られてもそんな恥ずかしくなかったというか、なるほど、タピオカラインというのを知ってバズってたら、はい、多分こんなことにはなってないから、ね、まあ、結果的には良かったというわけですね。そこはこだわりとして自分たちはこういうことをやっていきたいということを突き詰めた結果、それがいろいろと広まっていく。なん栄養に言い過ぎてるやつ。どこまで言ってくれたんだろう。怒ってやるの。MC そうですよ。無理やりなんか。僕で MC だって。なんで怒っちゃってる。僕で二人が揉めるの嫌なんですけど。まあでも本当にだいぶ栄養に言ったらそういう感じ。そうですよね。なるほどなるほど。というわけでいろいろ貴重な話あるんですけども、ちょっと残り時間が少なくなってきたんですが、ちょっと質問をちょっと自由に受け付けていきたいと思いますので、はいはい、今日参加者の皆さん、リモートの方もアクションしていただいたらちゃんとマイクつなぎますので、会社の方もちょっとお時間も残り少ない5分ぐらいなんですけども、はい、質問とかありましたらぜひこの機会直接できますんでよろしくお願いいたします。はい、いかがでしょうか、ね、はい、あ、いらっしゃいました。あ、質問、あ、もう受け付けてます。はい、まあね、はい、だいぶはずですね。ああ、じゃあ早かったり逃げてるのですか。まだ知名度がない芸人さんにこれから YouTube やっていくよっていう人に何かアドバイスをくれたしたら、まずどういうことを伝えますか。むずいっすよ、確かに。もう今本当に増えましたもんね、はい、確かに芸人の YouTube、まあ、芸人みんなそれぞれのチャンネル持ってるんで、マジで難しいな。そのでもやっぱ分かんないけど、もう今特にこうバズりとかこう登録者数増やそうとかで狙ってやってうまくいかなかった時が一番しんどい。本当にそうやねんな。だからまあなるべく無理のない範囲でとにかく無理のない企画というか。でもそれお医者さんの処方みたいな。でも言ってました、この時期もあのヒカル YouTuber ヒカルさんが言った芸人と揉めてるみたいな時に僕らですみたいな動画出したけど、もう鮮度が遅すぎて1週間後に出した。あ、最近話聞いたね。そう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 、1週間後に出したからもう再生回数どこよりも恥ずかしかったわ、うん、やっぱ速度が大事みたいなね。そんなもん確かに遅かったの、ちょっとだけ正直、はいはい、なんだろう、なんかでも知名度が芸人さんのイメージですよね、俺らがアドバイスできると。うわ、ネタでも評価されてないけど YouTube もやるってなるとどうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。その趣味の趣味チャンネルとかも多いもんね。そうだよ、多いですね。もうどうしようもないかもしれない。どうしようもない。これはどうしようもない。めっちゃ乗せない。そんな高木君も考えられる。めっちゃ乗せない。だからもうほんまそれぞれですもんね。何で当たるかわからない。そうで、当たるとしてもそのあんま芸人っていう匂いを消してる人が多いんですよ。確かに、ね、シェアハウスとかさ、はい、大阪の人分かる、はい、東京やとなんか、はいはいはい、シェアハウスで、そう、板橋ハウスとかは、そうですよね、住んどるコーラで YouTube チャンネル作って、それがめっちゃ当たってるんですよ。でもそれは、自分ら芸人ってことあんま言ってないんで、うんうんうん、そのコンビにフィードバックできてるか、俺もあんま俺分からないんですよ。そうですよね。だから、別として考えた方が多分伸びるんやと思うんですけど、ね、そう、芸人として成功しようとかとは違いますもんね。そうやね。次のプラットフォーム探すとかね。はい、あ、確かに。まあどっちも頑張らんと思うよね。ネタも多分 YouTube も確かにね。何がバズるか、そのまあしたいことでいいじゃないですか最初は。とりあえずとりあえずやってみるとやめてやってみたいか。、はい、無理のないし、バイトとかもせんの感じやろ。若手事情のこと考えすぎですよ。いや、自分とどうするって考えたら結構大変だと思う。そうです、時間も取られますしね、うん、なるほどな。大丈夫でしょうか今のような感じ、うん、ありがとうございます。じゃあそしたら一番前の方、はい、やってらっしゃったんで。大変やな。でも心配しすぎです。いや、めっちゃね、今大変やぞ。はい、すいません、お願いします。はい、お話ありがとうございます。はい、いろんな芸人さんの YouTube チャンネルがあると思うんですけど、はい、やっぱ再生回数のためにそっちに寄せた YouTuber っぽいことやって芸人として面白くないと思われたりとか、はい、いろいろ難しいところあると思うんですけど、はい、ニューヨークのお二人から見てすごい理想的な芸人さんがやってる YouTube チャンネル、これ芸人がやってる形として、あ、まあ、コントとかやったらジェラードンさんとかすごい、ああ確かにね、すごいですね。ですけど、まあ、理想は難しいですね。みんなすごいなと思いますけど、真似できひんがやっぱ強いんで、例えばそのジェラードンさんみたいなのは要請にしていいですね。すごい、サラバさんみたいなのも多分俺らは厳しい
し、なんか物理的なこととかいろいろって考えたら、トロサーモンさんとか面白いです。面白いがいっぱいありますし、ね、うん、でもこうなりたいっていうのはあんまり確かにないかも。僕らもしばらくやってるんで、もう自分らの形でとりあえず限界というか、あまりそう比べるもんじゃないというか。そうね、うん、もうちょい自分らの企画に携われるのともうちょい雰囲気変わるかもなとかちょっと思いますけどね。確かにコロチケはコロチケ、それこそまだ全然違うしね。そうですね、うんうん、いたずらしたりとか、ね、そうですね、なのもね、はい、ね、コロチケしかできないし。そうですね、うん、あ、そうね、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。面白いと言ってますね。そうですね、うん、だからちょっとまあ自分たちをどう高めていくかみたいなところなんでしょうね。そうね、比べるというよりね。さあ他質問大丈夫でしょうか。あと1問ぐらい、2問ぐらい、リモートの方でもありましたら、うん、大丈夫でしょうかね。大丈夫、大丈夫だったらもう盛り上がってないよ。違いますよ、その盛り上がってないところになる。やっぱこれね、金曜日どうかなとかいろいろ結構考えてくれてるはずなんです、うん、でもお二人がたくさん喋っていただいたらね。ああ、ね、確かにね。なんか皆さんそう、ね、うん、芸人も好きやし、YouTube も好きやしみたいな人も、はいはい、そうです。それがまあ言ったら YDA 吉本デジタルの魅力ですね。はい、うん、大変やと思いますよ。だから最初に質問してくださった方の話ですけど、結局俺らが1年目の時なんてネタやればいいみたいな、ネタ1本おもろかったらいいって言われて、ね、そうそうそう、ね、であとはバイトして生きていけりゃいいっていうことで、その SNS も YouTube もあって、はい、サボったらあかん理由が多すぎるから、めちゃくちゃしんどいやろうなって思うし、ね、今ね、本当大変。いや、そんな時間あれやったら YouTube やれやとか、そんな時間あれやったら何々やれやが多すぎるよ。確かに俺らはあれ、はい、その時間あれやったらネタ書きやしかなかったのに。確かにそうですね、だから大変だよ、バイトとあとバイトしてる。可能性が多いようで、なんかサボられへん理由が多いから、そのいい作家さんとかいいスタッフさんって言い方あるかもしれないですけど、そういう人が多いと助かりますよね。でもそう、渡してくれる、それは本当でも巡り合わせですからね。そうね、でもそれって基本やっぱネタとかがおもろいと寄ってくるイメージ、ね、あ、なので自分たちが面白いと思ってもらってからこうやってしてくれる。そう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 、ね、でも逆にだからその自分たちの自分が面白いと思う人をこういう手助けしたいって、先ほどみたいなね、なんかこうアドバイスとかあればみたいな形でこう意欲的な人たちがどんどん集まってきてるんだよね。そうね、だから本当可能性が多いから、本当に最初どんなやつになりたかったかをなるべく忘れるようにしてな、どんどんブレてきそうやね。そうかもしれないね。これもいいかも、これもいいかもってやっていくとちょっと、そうそうそう、とにかく売れたいか最初からの目的やったらそれでええと思うんやけど、はいはいはい、そういやどうなりたかったかを確かにちゃんと思い出すようにした方がいいかも。なるほどね、はい、というわけで本当にガチの貴重な話というわけでお時間が来てしまいましたので、ニューヨークのお二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひもし将来的に現場とかで会うことがありましたら、ぜひよろしくお願いします。声かけてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。次のお仕事に。いや、疲れてんな。まだ大勢中ですけど、めちゃめちゃ疲れてるな。クソ、劇場を走ってな、はい、劇場だけです、劇場って。劇場と車でね、移動とネタで。そうです、はい、はい、すいません、というわけで、あ、はい、あ、ちょっと目線もらって写真撮る。はい、はい、じゃあこっちからお願いします、はい、すごい取材がね、はい、それはニューヨークさんやからね、ちょっと今日インディアンさんもやるのね。はい、夕方から、うん、はい、と僕も、はい、僕は MC2 制ですよ。開くな、だよ、開きますね。でも NSC ってこんなにさ、はい、劇場と近いの。そうですよ、大阪はめっちゃなんかあれだね、うん、その先輩とかとしょっちゅう会いそう。めちゃめちゃあります。めっちゃなんかのそれっぽい雰囲気出してる、全然知らんお兄ちゃんとかにおはようございますとか言ってますね。 NSC さんとかこの後囲み取材の時もフォトセッションさせていただきますので、なるほど、この時もお願いします。というわけでニューヨークさんご退場でございます。どうもありがとうございました。またちょっとすみません、辛いんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。